熊本市の学校でですね、本が買えない、つまり本を買う予算が少ないという、問題をですね、ずっと、続けてきたんですけれども、そうした一連の報道を見たリバティ製薬がですね、熊本市に継続して寄付をしたいということで、昨日感謝状が熊本市から送られました。はい、こちらが贈呈式の様子です。熊本市北区植木町に本社があるリバテープ製薬の橋爪淳社長が、熊本市に小学校8校分の図書目録およそ130万円分を送りました。これに対して小西市長からは感謝状が送られました。はい、リバテープ製薬では熊本市の学校図書の購入予算が少ないことを指摘した KKT の報道や、またこの報道をきっかけに予算を増やした熊本市の対応に共感して寄付を考えたそうなんですね。そうですね、寄付はもう今回だけではありませんね、今後毎年続けられると、でさらに今年は寄付の予算を増やして子ども向けの百科事典も送られるんです。今学校にある百科事典は古くて熊本地震が載っていませんでしたよね。そうした古い辞典を新しくしたいという学校の要望に応えたということなんですよね。校長先生とかあと秘書の方とかとお話して、どういう本がやっぱり一番必要ですかねっていうのを聞いたらですね、百科事典で東島さんの報道の中でも少し触れられとったやつなんですけども、セットで10万以上するんでなかなか厳しいんですよっていうところがあったんで、申し訳ないんだけど防災教育とか言う前にちゃんとやることやるよっていう話で、でもこういうことがきっかけでこうやってね、本当に皆さんのご協力もいただけるようになったってことですね。橋爪社長と小西市長2人とも読書好き、本好きということなんですけれども、昨日は本を読む楽しさ、紙の本に触れる体験の大切さをですね、語り合っていました。やっぱり子どもたちの将来のために熊本市のためにですね、何か少しでもやりたいという思いがやっぱり市長の話も含めて伝わってきましたので、決断してよかったという思いですね。これは子どもたちも喜びますよね。一連の報道を受けて熊本市は図書購入費を倍に増やしましたけれども、ただ他の都市と比べてまだ少ないというのが現状ですよね。そうですね。はい、報道を受けてこの寄付の動きが広がっているというのは嬉しいことですよね。はい、今回のリバテープ製薬以外にもですね、九州エネコとアスリートクラブ熊本、が熊本市に合わせて500万円を寄付しています。でそうしたらそれだけではありませんでね、個人の方からの寄付も相次いでいるということで、なんか私としてもちょっと嬉しい。本当ですね、はい、子どもたちが本に触れる機会どんどん増えていくといいなと思います。